お花だよで、こういうのってさ、でもさ、達成してから減るもんだと思うんだよなんでマイナス思考なの、花風ねえほら、待って、調整日記いるだろう。ちょっと待って、調整日記あー何も喋れなくなった、ちょっと待ってあーじゃない、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、今の気持ちを歌う、ちょっと待って時止まった時止まった、ちょっと待って、泣くとかじゃない、なうまく言えない、あのさっきなんかエモい言葉考えといたんだよ、一番に言ったらこれに言おうみたいな。あ、スパチャ今日最後に読むわ、あのなんだっけ、さっきね、配信始まる前にトイレに行きながら、あ配信始まる前にトイレに行きながらなんか考えたんだよ、一番に言ったらこれ言うんだって決めたんだけど今何も出てこない、ちょっと待って、ありがとうございます、ありがとうございますなんだけど、ちょっと待って、それ以上にそれ以上にそれ以上に伝えたいものがある、ちょっと待ってやばい、ちょっと待って脳みそ限界、ちょっと待って、あ、このチャンネルできたのって2019年なんよ、まあでも1年ぐらいはYouTube じゃないところで、スマホアプリとかかな。で、メインでやってたから。ま、2020年ぐらいから、ちゃんとね、やっとね、動かした。だけど、なんか、短いようで、ま、短くはないな。短くはないです。ちょっと待って、日本語が下手。スクショ撮る。あ、これ多分全部世界が止まってる。1万1の人帰ってきてほしい。ありがとう。多分挑戦してくれた気がする。気持ちを込めて歌おう。おかえり、おかえり。エモい言葉は考えたんですけど、なんだっけ。本当に忘れた。思い出したら絶対にツイートするので、あ、ツイッターのフォローもお願いします。A few moments later.あ、思い出したエモい言葉、でも今エモい言葉って言ってエモくなかったなんか考えてきた、エモいっていうかまあなんかね、ポッと思って、あ、エモくないってなっただけなんだけど、まあなんかね、2019年から一応チャンネルあって、まあ20年ぐらいから本格的にね配信結構するようになって、まあいろいろね、まあ大変なこととかもまあまあまああるんだけど、まあ楽しいこともその分あって、いろんな人とつながりができて、ここまで来て、なんか個人で1万人って結構大台だと思うよ。ここまで来たら個人で結構頑張ったな。あ、やばい、泣きそう。っていうラインだったんだよね、花風の中で。やばい、全然泣けないじゃん。どうしよう、感情なとか思ったけど全然泣きそう。そう、だから、まあね、長い、短い、応援してくれてる期間が、まあ長い、短いに関係なく、まあ長い、短いはもちろんあるけど、まあ一番大事なのは今ね、一緒に、こうやってコメントしたり、まあツイッターとかね、こうアクションくれたり、こう一緒にね、応援してくれてたり、まあ繋がってること、じゃねみたいなのをね、受け入れなんですけど、もらって。なんだろうな。こう少しずつ仲間が増えて、そよ風さんもちろん、なんて言ったらいいんだろうな。難しい。そう。でもね、1万人がまあなんか、その個人勢の結構、頑張ったみたいな、始めた時のね、活動を始めた時のラインだったから、今そこに立ってみて、正直まだ全然なんか、やりたいことあるし、できてないことあるし、だから、そうなんか昨日今日か、さっきか。なんかふと思ったのは、もう1万人行ったとて、なんか新しいスタートラインだなと思って、って思った後にエモくねってなったっていう話でした。いや、本当に。いや、でもここまで来るのにね、やっぱりね、YouTube チャンネル、なんだろう、切り抜きとかしてくれてる YouTube チャンネルの人とかが、こう、拡散してくれたり、もちろんみんなが Twitter とかね、リツイートしてくれたり、やっぱそういうところが、そういうみんなの一つ一つが、なんかイベントにつながったりとかね、チャンネルに繋がったりとかしてたなと思うので、ちょっとこれからも来年も、そう、もうこう、知ってる今日 !30 日
明日でね、まあ、2022年終わりなんですけど、まあ、2023年からはまた新しいスタートライン と思って来年も頑張りたい。そう、来年の目標は今年体調を崩しすぎて全然活動ができなかったので、そう、来年の目標はカチカチの女になるですね。で、来年1月1日1万人から始まる。いや、1万3人です。ありがとうございます。3人さん、そう、来年はカチカチになってもっと。キラーン、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 キラーン。